サバ州における州外からの襲撃では、マレーシア領サバ州で継続している州外からの襲撃について記載する。サバ州の位置する北ボルネオは、イギリス植民地時代の19世紀後半から、海賊による襲撃が発生していた。第二次世界大戦後は、フィリピンの海賊が問題となったが、彼らのほとんどは、ミンダナ島やスールー諸島など、 フィリピン南部に居住しているムスリムの民族集団の出身だと推測されていた。口実するように、20世紀後半から21世紀にかけては、スールー海の海賊によるラハダトゥ襲撃、アブサヤフによるシパダン誘拐、スールー王国のスルタンを自称するジャマルル・キラム参世によるラハダトゥ対立などが発生した。また、2017年3月末時点で、 拉致事件などを理由に、サバ州に危険情報を発表している国や地域として、アイルランド、アメリカ合衆国イギリス、オーストラリア、カナダ、シンガポール、大韓民国、台湾、日本、ニュージーランド、香港が確認されている。海賊行為は、スールー王国の文化の一部だった。ヘンリー・ケッペル海軍大佐は1846年。 イギリス戦大同での遠征中に以下のように述べた。ザモーストデスパレート e r a t e and desperate p i r インディアンアーカペリゴアレザトライブスオブザスールー、グループオブアイランズライング、クローズツーザ、ノースショアオブボルネオ、インド諸島で最も危険で活発な海賊は、ボルネオ島北岸付近に広がっているスールー諸島の部族だ。 ヘンリー・ケッペル海軍大佐スールー諸島には大規模な奴隷市場があることが知られており、諸島の住民はしばしば奴隷を求めて、ボルネオ島を襲撃した。1910年、ミンダーノ島から海を越えてきた7人のモロの海賊がセレベス島を襲撃し、2人のオランダ人商人が殺害された。後に、北ボルネオにあったイギリス人の行政組織は報告書の中で、 ボロ島のモロは小さな町々を略奪し多くの人々を殺害しており、北ボルネオの住民を恐怖で支配していると報告した。イギリス帝国は海賊と何度も戦闘したが、モロの海賊による襲撃は続いた。1954年3月29日には、センポルナ近くの町区が襲撃された。1958年7月には、カラバカンで、 イギリスの会社の事務所が12人のモロの海賊に襲撃された。1950年代後半から1960年代前半にかけてイギリスによる北ボルネオ統治が終わるまでの数年間、水上生活者らと海上集落は多数の海賊の襲撃に苦しめられた。この海賊は主にたびたび島から来ていると考えられていた。 北ボルネオのイギリス当局は1959年から1962年の間に海賊の襲撃が232回あったと記録を残していたがおそらく記録されなかった襲撃が多数あったはずなのでこの記録は氷山の一角に過ぎないと考えられていた当時のイギリス領北ボルネオの総督ロナルド・タンブルはイギリス本国に対しイギリス海軍とイギリス空軍から 治安部隊を派遣するよう要請した。だが、イギリスの新聞紙デイリー・テレグラフが、この報告書を反インドネシアに客色を加えて、報じるまで反応はなかった。なお、客色を加えたのは、当時のインドネシアとマレーシアの衝突が原因だった。東南アジアにおける局所的な移民の流れは、現在に限ったことではない。サバ州、ミンダナオ島。 インドネシアの北カリマンタン州の間には数百年にわたり社会的文化的なつながりが存在している。スールー諸島からサバ州への越境の伝統の起源は16世紀後半に遡る。この移住の最初の波は当時スペインの植民地主義者がスペイン領東インドの成長があったマニラからスールー諸島へ向けて南進を始めたことと関係している。 民族間の闘争と民団の党のスペイン人、植民者が原因となり、タウスグ族とバジャウ族のサバ州への移入など、フィリピンのモロの民族集団の移住が増加した。1960年代、サバ州に最初の不法移民がやってきたのは、当時のフィリピン大統領、フェルディナンド・マルコスとフィリピンの北、ボルネオ領有権主張が関連していると言われていた。1967年、 マルコス大統領は、サバ州をフィリピンに併合するため、ムルデカ作戦を開始した。フィリピンの新聞の主張によると、マルコス大統領は、自身の計画の最初の段階において、約17人の男を新人警備隊員、郵便配達人、警察官として、サバ州に送り込んだ。彼らのほとんどは、スールー州とタビタビ州で母兵された人員であり、 サバ州に居住する多数のフィリピン人を心理的に洗脳内し説得するためにサバ州の地元の団体に溶け込んだ。これはサバ州東部をマレーシアから脱退させてフィリピンに吸収するためだった。同時期にタウスグ族のムスタファ・ハルンが三代目サバ州首相に就任した。彼は自身の運転手になったフィリピンの諜報員に接触した。 任務の目的に気づいた、諜報員らは、命令に反抗するようになっており、ムスリムの同胞を攻撃する意思はなかった。後に、彼らは作戦そのものを隠蔽するために、マルコスの兵によって殺害された。この事件は、ジャビダ虐殺として知られている。ムスタファ州首相の任期は1967年から1975年で、あり、彼はこの間に統一サバ国民組織に、 代表されるような強力なムスリム団体を設立するため、新たに多くのフィリピンのタウスグ族が北ボルネオへ移住するよう奨励したと考えられていた。ジャビダ虐殺以降、特にモロの反乱が始まってからは、モロの反乱者が自由のため、倒れた同士の報復のために戦えるよう、ムスタファ州首相が経済支援や武器支援をしていたと考えられている。これ以降、 マルコスの兵は、スールー諸島とミンダナオ島の反マルコス派を排除する作戦を開始した。スールー諸島とミンダナオ島では、多くのインフラが破壊されて、サバ州に大きな経済問題を引き起こし、ミンダナオ島から新たに推定10万のモロがサバ州への脱出を強いられた。当時のオーストラリアの新聞によると、フィリピンに残された人々の多くはすでに犯罪行為に関与しており、 その主な内容は密輸と武器を使用した強盗だったという。州都小滝ナバル近郊、ガヤ島沿岸に浮かぶ、モロの大集落未だに多くのモロがサバ州の各地に住んでおり、州都小滝ナバルのほかサンダカン、タワウ、ラハダトゥ、ラブアン島、キナルト、前方ナ、テリポクなどに散らばっている。それに加えて、2014年時点でもサバ州の不法移民が増加し続けている。 主な要因に重度の経済格差がある。王立サバ州不法移民調査委員会によると、1978年以降サバ州に不法入国者が大量に流入しているのはサバ州との経済格差が大きいからだ。サバ州と南フィリピンやインドネシアには重度の経済格差があり、十分な雇用機会や政治的安定性が不法移民流入の要因となっている。また、 もう一つの主要因は、サバ州の領有権に関連している。フィリピン政府はこれまで、サバ州の領有権を放棄すると公式に発表したことはなく、多くのフィリピン人はいまだに、サバ州は、フィリピンの一部だと認識している。口述するジャマルル・キラム3世のように、フィリピン在住のスールー王国のスルタンの末裔が、サバ州の領有権を主張することもある。だが、 スール王国の公式に認められた最後の、スルタンであるジャマルル・キラム2世は7人の娘がいたが、息子はおらず、女性に継承権のないイスラム法においては、彼の子孫は継承権を主張できない。2014年、サバ州東部セキュリティ司令部の、セキュリティ調整情報担当官であるハシム・ジャスティンは、汚職や違法な身分証明書の発行。 地方自治体が不法居住者の集落を取り壊さなかったことがサバ州の不法移民人口の大幅な増加を招いたとして非難した。また、サバ州東部セキュリティ地体内の共同体の指導者らも不法移民への身分証明書交付に関与していた。ロドリゴ・ドゥテルテがフィリピン大統領に就任した後、2016年9月26日時点で37人の フィリピン人がマレーシアに不法入国しようとして逮捕され、まだ数百人がスールー諸島で不法入国の機会を伺っていると報じられた。彼らの多くはアブサやフトの構想から逃れてフィリピン南部からやってきた難民だと考えられているがヨーロッパでの難民流入の時のように難民と共にテロリストが流入することを警戒する意見もある。マレーシアの新聞ニュース・トレッツ・タイムズは サバ州が新たなアーブサヤフの拠点とされる可能性を警戒し難民への同情はマレーシアに抗争を呼び込むと主張したフィリピン大学ミンダナオ港社会科学部の二人のフィリピン人研究者ミフェル・ジョセフ・パルガとアンドレア・マライア・ラグラジオの研究によるとミンダナオ島からサバ州へ移民が殺到したのはスールー王国のスルタンの地位を求める一部のサバ州の 政治家が奨励したことが一因だった。特にユスノの,のサバシュームスリム主体の派閥とサバ、人民統一戦線の政権が崩壊した後にも移民の殺到は見られた。襲撃の戦略はそれぞれの集団の動機に基づいており、それぞれ異なっている。一般的にモロの海賊と過激派は治安部隊に活動を発見されると襲撃後にマレーシアとフィリピンの国境か近くの島へ。 逃亡する。海賊も過激派も、船のエンジンや食物、他の役に立つものなど売り払えるものを盗む。ラハダトゥットセンポルナの襲撃のように、いくつかの事例では彼らは町を襲撃し、罪のない一般市民を殺害、誘拐した。フィリピンの不法移民は次の標的の情報を提供することで彼らを支援した。マレーシア軍による巡回警備が増加したため、 アブサヤフのような過激派組織は戦略を変更し、襲撃後は外国の船員を拉致するようになった。南フィリピンでのフィリピン軍の作戦から逃れてきた人々の多くはマレーシア軍に発見されない幼少集団に分かれてサバ州に侵入するという新たな方法をとった。だが、地元の村人が海から自分たちの村へやってきた不審な集団を発見。 密告したため発見された。2016年時点で、バクンガン島などの島々に国境を越えて、サバ州に侵入しようとしている不法移民が数百人いると考えられており、この中には、アブサヤフの過激派も含まれているとみなされている。1964年、北、ボルネオまで部隊を輸送した空母シドニーと到着後に小型船に乗り換えたオーストラリア兵。 マレーシアへの防衛支援プログラムの一環として、インドネシアとの衝突並びに、フィリピン海賊による襲撃の可能性に対抗するため発見された。1962年、マチェットで武装したフィリピンのモロ7人がタワウ賞の小さな町、クナクを襲撃し、実業からが強盗の被害にあった。この7人は1963年にはセンポルナを襲撃し、 住民を一人殺害した。1979年10月、48人の乗客を乗せて、ラハダトからセンポルナへ向かっていた旅客船が襲撃され、アダル島に入港させられた。3人の乗客が銃殺され、女性一人が性的暴行の被害にあった。他の乗客はフィリピンへ連れて行かれたが、すぐにフィリピン軍によって救出された。1980年、 M16 自動小銃で武装した6人から8人のモロがセンポルナ近くの島を襲撃し、就寝中だった村人たちを殺害した。最終的に村人のうち7人が殺害され、11人が負傷した。1982年、ティンバティンバ島の村がモロの集団に襲撃された。彼らは村人を襲撃し、強盗し、殺害した。 ラハダトゥ襲撃1985年9月23日にラハダトゥが襲撃された。1976年以降のサバ州への襲撃は小さなものを除いてもこれで10回目であり、この件は過去10年間で最悪の襲撃の一つだと報じられた。スールー諸島から来た海賊約15人によって住民21人が殺害され、11人が負傷した。 襲撃者らは10万ドル近くを奪って高速船で逃亡したが、地元警察は犯人グループを追跡し5人を殺害した。しかし、残り約10人は逃亡した。負傷者のうち1人は、新聞社の取材に応じて、次のようにコメントした。I consider myself fortunate to be cause.I live to see my family.Bad to even so.I cannot help w n d e r i n g About our government, which can't seem to defend us against f i n マローダーズ私自身は幸運にも生きて家族と再会することができた。だがそれでも外国の襲撃者から守ってくれなかった政府に不信感を持たずにはいられない。ある材木会社の従業員、ザ・シドニーモーニング・ヘラルド1987年、ボヘイジュラン島の工場が12人の武装集団に、 襲撃され、二人の日本人部長が殺害された。工場を運営していた会社は、工場を閉鎖して、インドネシアへ移転せざるを得なかった。1996年、民間のお島から来た二組の武装集団がセンポルナを襲撃した。片方は警察署に爆発物を投げ込み、他方は貴金属店から約十万リンギット相当の宝石を盗んだ。 銃撃戦中に武装集団のうち2人を警察が逮捕し200発の弾丸が回収されたが、残りのメンバーは逃走した。同年3月、センポルナは再度襲撃された。襲撃者は10人から20人のものの武装集団であり、3手に分かれてそれぞれ別の場所を同時に襲撃した。一つ目は警察本署、二つ目は警察署を襲撃した。これは、 警察の対応を遅らせて三つ目のグループによる貴金属店襲撃を成功させるためだったと認識されている。襲撃犯は一人も逮捕されず、二十万リンギット相当を奪って逃走した。同年七月、四人の武装集団がサバ州のタワウにある貴金属店を襲撃し、約十五万リンギット相当の宝石を強奪した。だが、 そのうちの一人は後にタワウの難民村へと逃亡した時にミスを犯し警察官によって射殺された。一時間の調査の後他の集団の5人の銃を持った男らも警察によって殺害された。2000年アブサヤフが多数の人質を拉致した。人質のうち10人はヨーロッパと中東の出身であり11人はマレーシアの行楽地の労働者だった。後に 人質は全員数流諸島のホロ島でフィリピン軍により救出された。2003年、6人の外国人がモロの海賊によって拉致された。2004年、2人のサラワク州民と1人のインドネシア人がアブサヤフによって拉致された。2005年、サンダカンに拠点のある貿易会社所属のインドネシア人、船員3人が、またキング島近くで5人のフィリピン人に誘拐された。 2010年、フィリピン海域に入った漁船の船員が、フィリピンの武装勢力に拘束された。後に、すべての船員は、身の代金を支払うことなく解放された。同年、ズバンコット島で海藻の経営者と管理者が4人のフィリピン人武装勢力によって拉致された。2人は11ヶ月後に解放された。2011年、10人のフィリピン人武装勢力が、 マレーシアの実業家を拉致した。ラハダット対立2013年2月11日、100人から200人程度の一部、武装した集団が、フィリピンのシムヌルからラハダットへと小舟で到着した。この集団を送り込んだのは、スールー王国のスルタンを自称する人物の一人で、あるジャマルル・キラム三世だった。彼らの目的は、祖先の地である北ボルネオの領有権を主張する。 ことだったこの事件では一般市民6人とマレーシア軍人10人を含む68人が死亡した。日本の新聞では彼らの目的は放置されているサバ州の領有権問題を再開させることでサバ州の咀嚼料を引き上げるなど利益と権利を得ることだという推測が報じられた。この事件の後サバ州ではフィリピン人に対する差別が発生した。 地元ラジオのインタビューを受けたサバ州在住のフィリピン人は自分たちフィリピン人はマレーシア当局によって部族ごとに分断され活動を制限され厳重に監視されていると語った。2013年11月アブサヤフと思われる武装集団がサバ州ポムポム島で台湾人旅行者一人を殺害その妻は拉致されたが1ヶ月後に南フィリピンで解放された。 2014年1月、外国人がサバ州への侵入を企てたが、マレーシア軍によって阻止された。同年4月2日、センポルナ沖の洋上ホテル、シンガマタリーフリゾートで二人の女性が連れ去られた。一人は中国人観光客、もう一人はフィリピン人従業員だった。2ヶ月後、二人はマレーシアとフィリピンの軍によって救出された。同年5月6日、 サバ州東岸にあるラハダトゥ近くのシラムで別の拉致事件が発生し中国人男性が連れ去られた。彼は7月10日に解放された。同年6月16日、タワウ省の小さな町ク区クで養殖場経営者とフィリピン人労働者の二人がライフルで武装した男二人によって拉致された。フィリピン人労働者は数時間後に解放されたが経営者は ホロ島にあるアブサヤフの拠点に連れ去られた。後に、養殖場経営者は12月10日に解放された。これは二人のフィリピン人交渉人の助けによるものであり、うち一人は、モロ民族解放戦線の指導者だった。同年7月12日、マブール島のマブールウォーターバンガローリゾートで、警察官一人が射殺され、別の海上警察官一人が拉致された。 人質は9ヶ月後の2015年3月7日に解放された。2014年10月9日、ペナンパンで2人のフィリピン人不法移民が警察によって射殺された。この2人は10月中に最低3回の盗難事件を起こしており、片方は偽造の身分証明書を持っていた。後に彼らは武装勢力のスールウオー王国軍の一員であることが判明した。 同年10月17日、マレーシア人の雇用者の下で働いていた二人のベトナム人漁師がフィリピン人海賊によって銃撃された。二人は共にマレーシア軍によって救出され、コタキナバルのエリザベス女王病院へ搬送された。2015年5月15日、ミンダナオ島サンダカンのリゾートでアブサヤフに所属している4人の武装した男によって二人が拉致され、 スールー諸島のパランへ連れ去られた。被害者の一人は6ヶ月後の11月9日に解放されたが、もう一人は身の代金要求に応じなかったため残首された。ムクタディル兄弟2013年後半から2015年にかけて、ムクタディル兄弟の通称で知られる犯人グループがサバ州東岸で身の代金目的の拉致を繰り返していた。 このイスラム系のグループは人質を誘拐した後アブ・サヤフに引き渡しており、アブ・サヤフは身の代金目的の誘拐で数百万ドルを稼いでいた。ムクタディル兄弟の指導者らのうち、ミンダスは2015年にホロ島警察により射殺された。彼の双子の兄弟カダフィは同年ホロ島で逮捕され、2016年時点で刑務所に服役している。 6番目のサンパスも2015年にフィリピンで死亡した。2016年9月にはタンブリアン島をタイテロ特殊部隊が奇襲し、ニクソン・ムクタギルとブラウン・ムクタギルは拘束されたが、数時間後に逃走を試みて射殺された。このニクソンとブラウンは遠洋での拉致で海の案内人、航海士として働いていたので、二人の死はアブサヤフにとって大きな打撃だと考えられている。 また、最年長のバードンは、この奇襲作戦の後、シアシ島付近の小型船から遺体で発見された。彼は銃撃戦で負傷し、小型船で、シアシ島方面へ逃走したが途中で倒れたものと考えられている。これにより、ムクタディル兄弟の6人兄弟全員が無力化された。2016年4月1日、4人のマレーシア人が拉致された。 彼らはマニラからタグボートに乗ってリギタン島の海岸近くに到着したところを拉致された。他の船員はミャンマー人3人とインドネシア人2人だったが無事帰還した。人質4人は2ヶ月近く後に解放された。同年4月15日、フィリピン中部のセブから出港した2艘のインドネシアのタグボートヘンリーとクリスティがアブサヤフの武装勢力に襲撃された。 乗客は10人いたが4人が拉致され、1人は銃撃により負傷した。負傷者と残りの5人は、マレーシア領海で、マレーシア海上法令執行庁により救出された。拉致された4人は5月11日に、フィリピン政府の支援により解放された。同年7月9日、3人のインドネシア人漁師が、ラハダトゥ沿岸付近で拉致された。 彼らは9月17日に解放された。同年7月18日、5人のマレーシア人船員が、同じくラハダと沿岸付近で拉致された。同年8月3日、マレーシア領海で、インドネシア人、船員一人が拉致されたが、他2人の船員は無事帰還した。この事件は8月5日に帰還した2人によって、報告されたのみである。同年8月、6月に、 フィリピン領海で拉致された7人の船員のうち2人のインドネシア人がアブサヤフの武装勢力から自力で逃げ出してきた。同年9月10日、3人のフィリピン人領師がサバ州ポムポム島沿岸で拉致された。同年9月27日、一晩で同一グループによるとされる事件が2件発生した。1件目では、 センポルナで漁船の船長が6人の武装集団によって拉致され、2件目では公開に戻ろうとしていたトロール漁船がラハダトゥで強奪された。拉致された船長は10月1日に解放され、同日に3人のインドネシア人も解放された。同年10月12日にサバ州ティガブ島付近に漂白していた漁船が小型船に乗った4人の武装集団に襲撃され、漁船に乗っていた。 両師二人のうち一人が銃撃により負傷した。同年10月24日、マレーシアのトロール船が、サバ州、ジャンボンガン島近くの航海で6人のタガログ号を話す武装集団に強奪された。ジャンボンガン島から、最寄りの軍の駐屯地がある島までは遠かったので、この事件が地元当局に報告されたのは3日後の10月27日だった。同年10月31日、 サバ州、ベルハラ島付近で小型船襲撃、または拉致未遂事件があったが、マレーシア軍によって阻止された。小型船の船員は無事だったが、容疑者は逃亡した。同年11月5日、サバ州三田干渉沖縄単岸の東沿岸で、インドネシア人、船長二人が拉致された。犯人五人は、フィリピンのたびたび州を拠点にしておりアブサヤフの、 拉致グループと直接のつながりはないものと考えられている。同年11月6日、サバ州からヨットで出港した男女二人組のドイツ人旅行者がアブサヤフの武装集団に襲われ女性は射殺され男性は拉致された。同年11月20日、サバ州からトロール船で出港した二人のインドネシア人漁師が5人の覆面をした武装集団に拉致された。 犯人グループは南フィリピン方面へと逃走し、マレーシア軍は逃亡を阻止するため警戒態勢を敷いた。イギリス植民地時代、大英帝国は多数の襲撃に悩まされており、1846年に北ボルネオの海賊の拠点を探すため、ヘンリー・ケッペルとジェームズ・ブルックを派遣した。海賊と戦う長い旅の後、 ラハダトゥのトゥンクにあった最後の海賊の拠点をイギリスは破壊した。これ以上の侵入を防ぐためセンポルナ付近の海上、特にバジャウ族の村を重点的にパトロールしているマレーシア海上警察。2013年、マレーシア政府はアスコムとエスゾンを設立した。2014年、サバ州警察はサバ州東海日に7月19日から8月2日、 までの夜間外出禁止令を発令した。また、エゾン内に点在する小集落は犯罪行為の隠れ家として使われる恐れが指摘されており、レーダー網での監視が始まった。元サバ州首相のハリスサレーは、マレーシア空軍の基地をペナン州のバターワースからサバ州のラブアンへ移転させる案を再考するよう、マレーシア政府に訴えた。彼はまた、空軍基地は、 サバ州の治安のためタワーウに移転すべきだと主張した。マレーシア運輸大臣のリオ・ティオンぐらいは、サバ州の東海岸と東諸部だけでなく、本土を含めたサバ州全体の安全を確保すべきだと主張した。2015年、ブルネー空軍はマレーシアに S-70、70 A ブラックホークを4機寄贈した。マレーシアはこの機体を S 村に侵入した。 武装集団との戦いに使用すると見られている。同年2月28日、アメリカ合衆国は、アスコム22隻のボートを提供した。これは2014年に、当時のアメリカ大統領、バラク・オバマがマレーシアを訪問した際に2国間で、締結された協定に従ったものである。アスコムの一環として、サバ州東沿岸で保証に立っている、コルト M4 を装備したマレーシア軍の兵士。 越境犯罪を阻止するために、アスコムを設立し多くの資金を投入したにも、かかわらず、フィリピンの武装勢力による拉致が続いているとの批判がある。他方で、拉致に協力しているスパイがいるとの指摘もある。アブサヤフによる拉致被害者には、インドネシアの領主や船員が含まれているが、これについて、インドネシア軍は、自国民がアブサヤフのスパイとして、 船の航路情報を漏らしている可能性を疑っている。また、アスコムのセキュリティ調整情報担当官であるハシム・ジャスティンは最近のサバ州での拉致は行楽地で働くスパイの協力により成功したと述べた。また、観光事業者などの雇用者は求職者がたとえ身分、証明書であるマイカットを持っていたとしても綿密に調べるべきだと主張した。彼はまた、 市民権を獲得した人物が後に、マレーシアやサバ州の利益に反する犯罪行為により、逮捕され、有罪となった場合、当人だけでなく、家族全体の市民権を無効にして追放すべきだと、示唆した。ハシムはさらに、移民を減らすために、フィリピンの地域とつながりのある、サバ州の村を解明することを提案している。例えば、 センポルナの村ヒログラムシンヤネルは、スールー諸島のテロリストにより、マレーシアの警察官10名が殺害された事件のあった場所だが、この村の住民の大部分はフィリピンのシンヤネルから移住したことが確認されており、このような村をフィリピン由来の村名から、マレーシア式の村名へ改名することで、フィリピン人が移入しづらくなるかもしれないと述べている。などの犯罪行為を抑制するため、 ロイヤルマレーシア警察はサバ州東海岸とフィリピン南部のバーター貿易の禁止を提案した。マレーシア副首相アフマドザヒードハミディもある拉致事件の後にバーター貿易はフィリピン側にしか利益がなく密輸にも関連していると述べバーター貿易の運営体制を見直すべきだと主張した。一方、フィリピンのバシラン州政府は ミンダナオ島とサバ州のバーター貿易禁止による経済的影響を懸念しており、禁止すればサバ州の企業も売上と収入の低下による影響を受けると述べた。2016年4月、サバ州政府は南フィリピンの拉致グループへの対抗策の一環としてサンダカンなどサバ州東部でのバーター貿易を停止した。この時、野党は東海域の企業や地域社会に 深刻な影響を与えかねないとして反対した。2017年2月1日、バーター貿易は再開された。この時、サバ州はエスソンでの船舶輸送に運用規則を設けるなどの対策を行い、フィリピン側でも海上保安部隊の強化などが提唱された。マレーシア、フィリピン、インドネシアの三国は、フィリピン人武装勢力の脅威に対抗するため、共同で 海上パトロールを行うことに同意した。三国はまた、空の警備においても共同でパトロールするという、新たな合意に調印した。2016年2月22日、サバ州テリポクで4人の男が逮捕された。彼らは、フィリピン人難民であり、彼らの車内からは、拳銃と弾丸39発が発見された同年9月23日、サンダ間の邸宅で、 M16 の弾丸と弾倉が発見され、身分証を持たないフィリピン人男性とその娘が逮捕された。同年10月7日、マレーシア当局は、アブサヤフや他の南フィリピン付近を拠点とする犯罪グループに情報漏洩した容疑により、サバ州東部の10人を逮捕した同年12月8日、ラハダトゥの会場で拉致を試みた武装集団とマレーシアの治安部隊の間で、 銃撃戦となり、犯人グループのうち3人が射殺され2人が逮捕された。だが、残り2人は、人質1人と共に逃亡し、行方不明になった。フィリピン当局は、この武装集団が、アブサヤフのメンバーだと認識しており、また射殺されたうちの1人は、以前の拉致事件でリーダーを務めていた人物だと、考えられている。同年12月12日、クナクで、 武装高等の容疑で指名手配されていた男二人が警察と銃撃戦になり射殺された。二人は手製のショットガン、エアガン、拳銃、リボルバー、ナイフ、パラング、M16 の弾丸、他の弾丸やカートリッジで武装しており、覚醒剤とみられる麻薬の小包みを所有していたが身分証は見当たらなかった。また、彼らは麻薬の売人であり、 強盗にも関与していたと考えられている。2017年1月7日、刑務所から釈放されたばかりの身分証を持たないフィリピン人男性が地元警察によって撃たれ再逮捕された。男は薬物犯罪で3ヶ月間サバ州の刑務所に服役しており、2016年10月に釈放されたばかりだった。 彼は2016年12月から翌年1月に、かけて少なくとも、小滝ナバルでの刑事事件13件、ケニンガウでの強盗事件1件に関与したとされており、再逮捕に抵抗して撃たれた。2016年9月の報道では、サバ州首相ムサーマンとサバ州観光文化、環境大臣セリ、マシディマンジュンはフィリピンからの移民に紛れて、テロリストや過激派が州内に侵入する。 可能性を述べた。また、万順大臣は脅威に対抗する唯一の方法は、法の施行を徹底し、サバ州民の福祉を他者のそれよりも優先することだと主張し、拉致事件において、なぜ規定時間外の密、入国者に対して見つけ次第打つ措置が実行されていないのか、疑問視している。マレーシア国立防衛大学戦略課のマレーシア人講師、BA ハムザは、 会場での牢石の根本的な原因を理解し、対応しなければならないと述べた。彼は、主な原因として、南フィリピンのムスリム教徒に、国の政治、経済における支柱が与えられず、スールー諸島の一部では、法の執行力が弱いこと、フィリピン南部地域の貧困を挙げている。結果として、多くの無職のムスリム教徒が、犯罪行為に従事し、 盗賊や誘拐犯などの犯罪者になっていると彼は述べている。また、南フィリピンでの武力紛争が波及した結果として、拉致が発生したと述べ、三国は海を法と秩序の下に置くために協力すべきだと主張している。元マレーシア首相であるマハティール・ビン・モハマードは、サバ州政府に対し、テロリストの侵入を防ぐため水上の存落に、 居住している住民を別の場所に最低住させるよう提案した。彼は不法入国者が水上の村落をボートからの上陸地点として利用していること。2013年のラハダットュ対立では治安部隊が水上村落の家屋に隠れたテロリストから攻撃を受け、村民とテロリストの区別が困難だったことなどを問題点として挙げた。また彼が 首相時代に掲げたマレーシアの目標であるワワさん2020のようにもはや水上村落の時代ではなく会場の村に定住する生活様式は現代のマレーシアでは不適切だと述べたサバ州のパパール選挙区から当選した国会議員であるロスナーシーリンはキャンプがサバ州最大の覚醒剤の創屈になる可能性を指摘しまたキャンプでは 衛生設備や廃棄物処理システムが不十分であるため、近隣住民は社会問題や健康問題にさらされていると述べ、キナルトの難民キャンプを閉鎖回転するよう政府に呼びかけた。また、彼女はキャンプについて以下のように述べている。難民キャンプは地域の住民にとって多くの問題を生み出している。キャンプは麻薬の創屈となり、 他にも様々な犯罪活動の原因になっている。近隣の村では長年にわたり多くの強盗事件が発生していたが犯人はほとんどがキャンプから来ていた。フィリピンの状況が改善された今日ではこれらのフィリピン人を依然として難民とみなすべきなのか疑問が生じているだろう。このキャンプは1980年代初期国際連合難民高等弁務官事務所によって カンポンラウト近くの40エーカーの土地に建設されたものだ。だが UNHCR はずっと前にキャンプへの資金提供を停止しておりその結果これらの外国人の多くはキャンプの外で働いている。難民たちは遠慮なくキャンプ区域を拡大し村の土地の近くまで浸透した。今日ではキャンプはパパールで最大のシャブの創屈と化している。 ロスナーシーリン国会議員、ニュー、サバタイムズサバ人民統一党総裁のジョセフ・クルップは2013年の新聞によると、2012年に、モロイスラム解放戦線と、フィリピン政府の間に平和協定が締結されたことを根拠に、モロの人々は、祖国フィリピンへの帰還を恐れるべきではないと述べた。また、モロの故郷である、ミンダノ島は現在では平和になりかつ豊富な、 天然資源があることを挙げ、モロは故郷に戻り祖国で機会をつかむべきだと語った。さらに、クルップは、不法移民の問題は、支給解決すべきだと述べる一方で移民そのものについては、以下のように述べ、PBRS は、不法移民に、身分証と市民権を与えて、有権者として認定する IC 計画に反対であると示した。We Are Not Against Migration、to. サバーアズ・ロング・アズ・イット・イズ・イン・コーデンス・ウィズ・ザ・ロー。我々は、サバ州への移民には、反対しない。ただし、移民が法に基づいたものである限りは、ジョセフ・クルップ、フリー・マレーシア・トゥデイ2002年、サバ州進歩党は、不法移民現象を成功させるためには、ミンダなのお父さんボアンガとサバ州サンダカンカンの、フェリー航路を停止しなければならないと主張した。党首であり、元サバ州首相でもある。 ヨイ・サオリは、フィリピン政府が、故意に、自国民の送還を妨げている、可能性を示唆しており、身分証を持たない送還者の受け入れを拒否している、フィリピン政府の対応を改めさせるためには、フェリー航路の停止は、必要な措置であると述べた。彼はまたフェリーから来た、外国人が不法滞在することを懸念している。実際、内務省副大臣であるソウ、総都盲によれば、 フェリーで観光ビザを利用した入国者数が43,321人であるのに対し出国者数は3万人をわずかに上回るだけであり残りの約1万人は不法移民問題を悪化させている2007年の新聞でも同様に入国者に比べて出国者が少ないという問題が指摘されているサバ州議会議員である英雄カムワは未出国者が超過滞在して 不法移民化していると述べ、フェリー航路を廃止すべきだと主張した。また、航路の廃止は、サンダカンサンボアンガカンの航空路で補えるだろうと述べた。2014年10月、アフマドザイードハミディ内務省は、サバ州のすべての無国籍の児童に対し、学校教育を受けるための出生証明書を与えると発表した。だが、与党連合、 国民戦線と野党の指導者双方から不法移民問題の悪化などを引き起こしかねないとして再考するよう求められた。サバ州の政治家では、サバ州副首相であり元州首相でもあるパイリン・キティガン、ダレル・レイキン議員、元州首相の良い沙織が再考を求めるなどして、この提案に反対した。一方、サバを拠点とする別の野党の指導者である、 ジェフリー・キティガンは外国人には異なる出生証明書を発行するよう求めた。サンダカンのカムンティン選挙区から選出されたサバ州、立法議会議員であるチャールズ・オーパンは無国籍の児童に出生証明書を与えるのは教育システムに負担がかかるだろうと考えている。彼の意見を報じたニューサバタイムズの記事によるとサバ州の調査で州内にはインドネシア系の無国籍児童が 約3万6千人居住していると推定されており、彼らがパーム油のプランテーションで働いていることは周知の事実だという。また、フィリピン系の無国籍児童はインドネシア系よりずっと多いと推定されている。同期事によれば、サバ州に来る人々のほとんどはより良い暮らしを求めているだけだが、一方で不法入国者の流入は問題を引き起こすという意見をパンは否定しなかった。 また、納税者であるマレーシア人にとって、無国籍児童に多額の費用を費やすのは不公平だとも報じられた。1986年の新聞によると、国際連合難民高等弁務官事務所は、フィリピン人難民問題の高級的解決に取り組んでいた。サバ州支部が設立された1977年から1986年までの間に、 フィリピン人難民問題2200万ドルを費やし、そのうち270万ドルは子供の難民の教育に費やされた。2014年の報道によれば、王立サバ州府法移民調査委員会は、多額の財政支出が州内の移民のために使われており、2007年から2012年に医療費として使われた分は回収を試みられたものの2014年の時点では、 回収されていなかったと公表した。また、RCI の報告書の中で、サバ州保健省のマリアスライマン博士は、不法移民の感染症が増加した結果として支出が増加し、遺憾などの物資供給に対応するための資金が増加していると述べた。また、サバ州での東電は主に、フィリピン人難民と不法移民が不法占拠している、地区で起きている。 南フィリピンを拠点とするアブ・サヤフによる拉致事件はサバ州東部の先住民スルック族の共同体が営んでいる海藻産業に悪影響を与えた。キウル選挙区から選出されたサバ州議員、ジョニストン・ワンクワイは不法移民問題が新たな局面を迎えたと述べ、次のように言った。It used to be that they came here to look for. ライブリーフド、ゼイケーム、ツールックフォーワーク、バットナウゼアレマルタプラインム、ウィズゼアウィメンギビングバースツーアズメニエアズジュー、チルドレン、バットゼアレノットテイクン、ケアオブ、かつては彼らは生計を立てる手段を求めて、ここに来たものだった。彼らは仕事を探し求めてきたが今では子供を持つようになっており、不法移民の女性は10人もの数の子供を産むが、子供たちは世話を受けていない。 サバ州議員、ジョニストン・バンク・アイ、ザ・マレーメール・サバ州国民登録局の局長、イスマイール・アフマドは、無国籍児童に発行する出生証明書は、マレーシア国民やサバ州民であると保証するものではなく、単に出生場所の記録や管理目的に使用するものだと述べた。それに加えて、2014年時点で、本物の国民にのみマレーシアの出生証明書を、 発行する手段の一つとして DNA 検査が行われている。2014年11月、ナジブラザク首相は無国籍児童に対し、マレーシア国民に発行する出生証明書とは、色の異なる出生記録文書を発行すると公表した。2016年11月10日、プトラジャヤノプトラペルダナでのフィリピン大統領、ロドリゴ・デテルテと、マレーシア大統領、ナジブラザクの会談。 フィリピン施設団とマレーシア閣僚とともにサバ州のフィリピン人移民に関する社会問題について議論している。2014年12月、与党連合国民戦線に属するサバ州の政党アプコは RCI の完全な調査報告書を入手した後、不法移民流入問題の解決策を労働委員会に提出すると報道された。2014年11月、 マレーシアの新聞は、スールー王国のスルタンを自称する人物が、サバ州の地元民や、半島マレーシアから来た人々に脱服の称号を与えていると報じ、政府は自称スルタンの活動を調査すべきだと主張した、統一マレー国民組織のサバ州指導者の多くは、サバ州首相ムザ・アマンの発表した不法移民問題に対する抜本的対処を称賛した。一方で、 タムパルリ選挙区のサバ州議員、ウィリフレット・ブムブリンは、RCI が設立されたのは、政府の意図ではなく、民衆からの強い圧力によるものだと述べており、与党連合、国民戦線は、RCI 設立を称賛すべきではないという意見も、報じられた。中マレーシアフィリピン大使 J.A. デュアルド・マラヤが、マレーシアにいる、フィリピン系不法移民の児童は、 教育を受けるに値すると発言すると、それに対して、サバ団結等は、フィリピン政府には、サバ州民の休防に責任があると主張し、PBS 幹事長は、以下のように述べた。40年間の大部分において、サバ州のフィリピン人、難民、移民労働者、不法移民、は、フィリピン政府から、あらゆる実質的な援助を拒否されてきた。彼らが生き残ったのは、マレーシア政府が、 国際的な法と人権の基準に厳密に従ったからに過ぎない。サバ州のフィリピン人の人口は合法、不法を問わず莫大な数に上る。何万人もの子供がいるが、マニラはこれまで子供たちが教育を受けるよう取り計らうために何をしてきたというのか。そして今何をしているというのか。マラヤのコメントは、フィリピン政府の実際の態度を サバ州のフィリピン国民に関心がないことを強調しているだけだ。2012年以来大使自身の承認によって、領事会員が処理したのは、パスポート申請がわずか2600件、渡航文書が1500件、領事館発行の証明書が3100件、出生報告が120件であるという事実は、マニラが疑いようもなく、サバ州のフィリピン人に無関心かつ冷淡であることを、 証明している。我々の病院を利用している患者の半分近くが外国人であり、そのほとんどがフィリピン人であるというのは驚くべき意見だ。自身の政府からは何もしてもらえないこれらの人々に、対し、サバ州は永久にサンタクロースの役割を演じるべきなのだろうか。そして、サバ州民自身は未だに半島のような生活水準や生活の質を楽しむことができないのだ。 彼らは数百万リンギットをフィリピンに送金しており、自国の経済に大きく貢献しているのだから、マニラは彼らの福祉に有意義な方法で責任を負うのがふさわしい。我々は彼らに食を提供し、また彼らは我々の市民向け設備の全てを利用している。今や我々は彼らの子供たちを教育すべきだと、ほのめかされている。次は何だろうか PBS 幹事長、ジョニー・モシュトゥン、デイリー・エクスプレス人民正義党員で、ペナンパン選挙区選出の議員である、ダレル・レイキンもまた、モシュトゥン幹事長と同様、サバ州のフィリピン人の問題について、マレーシアに負担をかけるのではなく、マニラがより大きな責任を持つべきだと考えている。彼は、フィリピン政府がサバ州に領事館を設立するのを拒んだのは、サバ州が、 フィリピン領土でないと公認することになるからではないかと推測した。そしてフィリピン政府はサバ州が自治州であり、サバ州にいる自国民の利益のためには領事館を設立する必要があるという事実を認めるべきだと促した。インドネシア政府から学ばなければならない。彼らはサバ州に領事館を設立して自国民の世話をし、自国の子供たちのために 政府の支援で学校まで建設している。フィリピン系移民は、サバ州でより良い機会を得るため、生活し適切な仕事を得るために登録されなければ、ならない。ダレルレイキン議員、ザラヤットポスト、サバ州政府は、社会問題や治安上の問題の原因となっている、フィリピン人の不法定住問題を解決するために、適切な制御や管理を行える。 要不法意味を別の場所に定住させようと取り組んでいる。2016年11月10日、フィリピン大統領、ロドリゴ・ドゥテルテとマレーシア首相、ナジブラザクは、フトラジャヤの首相官邸で会談した。ドゥテルテ大統領は、会談前に優先事項は、サバ州の領土問題ではないと述べ、アブサヤフによる誘拐が頻発し、 増加傾向にあることを挙げ、マラッカ海峡で起きている事象に議論を集中させると語った。また、フィリピン外相パーフェクト野サイジュニアは、両者が会談で、サバ州の領土問題を扱わないことに合意したと述べた。この会談で、両国は、サバ州のフィリピン人を段階的に相関することに合意し、サバ州コタキナバルに、フィリピン領事館を設置すべきか議論した。また、 会談後に、ドゥテルテ大統領は、段階的に相関している間に、学校や病院などを支援する意思があることを述べた。11月24日の時点では、学校と病院を建設するという提案の受け入れについて、サバ州政府はまだ議論が必要な段階であったが、一方で、ドゥテルテ大統領が、国外追放を待っている、フィリピン人一時交流者の受け入れに同意したことに、 ついては感謝の意を示した。2016年11月のサバ州安全保障会議によれば、1990年以来、約55万人の身分証を持たない移民が、州から追放もしくは自主的に退去してきたが、そのほとんどはフィリピン人だった。また、サバ州政府は外国人管理委員会を通じて、マレーシア連邦政府にサバ州の難民配置計画を 町や工業開発地域ではなくより適した別の場所へ移すよう提言した。2017年3月、チンジケートが関与している偽造身分証明書の作成が発覚した後、サバ州内では不法移民への執行が強化された。ミンダナオ島開発局事務官のアブデルカイル・アロン島は2017年2月1日に、サバ州とイスラム教とミンダナオジチ地域間の 越境貿易を再開する予定であると発表した。サバ州首相の発表によれば、2017年2月1日から、経済活動の禁止は解除される。マレーシアのその地域に行く我ら、ムスリムフィリピン人の商人に対して、サバは再び解放されるのだ。越境貿易の再開は、我々の3つの島の州が関与しているが、最終的には、 イスラム教とミンダナオジチ地域の他の地域、さらには、ゼネラルサントスにまで拡大されるだろう。武力紛争は、サバ州と島の州とのバーター貿易に影響しただけで、なく、その地の有権者の経済活動にまで大きな損害を与えた。ご存知の通り、一部の人間による拉致と残首、そしてこの、身の白金目的の拉致の非人道性は、自由貿易だけでなく経済活動。 生活にまで影響した。サバの権利を損なうことなく、我々は、コタキナバルで活動するつもりだ。その複合体の中で、我々はまた、サバ州にいる自国民をよく世話しパスポート発行を含めた彼らの要望に耳を傾けるため、領事館解説に向けて取り組むつもりだ。ミンダ事務官、アブドゥルカイルアロンとミンダニュース彼はまた、ビンプエアがへの参加を増やすことで、 みんななおをフィリピンの玄関口として機能させるために働くことを誓い、また海上基地を強化することで治安を改善するためフィリピン軍の予算を増やすよう働きかけていることを語った。ありがとうございます。